渡り蟹を使った一つ料理を見つけて作った。はい、どうも皆さん、こんばんは、Kです。はい、ということで今日はこちらの渡り蟹を使ってね、シンガポール名物のチリクラブを作っていきましょう。本場のチリクラブとはね、ちょっと違った作り方かもしれないですけど、日本人でも作りやすくて食べやすいような味付けでね、作っていこうと思います。このチャンネルではキャンプで作れる料理とかね、お家でも簡単に作れる料理をいっぱい紹介していくので、まだチャンネル登録してない方はね、先に右下の方からチャンネル登録をして、ぜひ参考にしていろんな料理を作ってみてくださいね。それでは早速、レッツクッキング。はい、ということで今日はこちらの渡り蟹を使ってね、贅沢なチリクラブ作っていきましょう。調理の方はね、殻ごと使っていくので、まずこちらをね、洗っていきましょう。はい、じゃあ早速洗っていきましょう。こういうカナダーシとか使ってね、甲羅の隅々まできれいに洗っていきます。裏向けてね、足の隙間とかもね。はい、じゃあこんな感じで綺麗に洗いました。渡り蟹を扱うときはね、こういうとことかトゲトゲしてて危ないんでね、本当は軍手してやりましょうね。まあ今回はパパッと作っちゃうんでなしでいきますけどね、気をつけながらやります。結構こういうとことかね、汚れが多いんでね、あとこっち側とかね。脇やめろ、脇やめろ、毛細血管がいっぱい詰まってるとこ。はい、では洗い終わりました。では次こちらをね、軽く下茹でしていきます。鍋に水を張ってセット、ファイヤー。じゃあ渡り蟹を茹でていきます。では渡り蟹を茹でてる間に薬味のネギを切っていきましょう。こんな感じ。はい、ということでね、チリクラブといったらチリソース、今回はカニ3杯あるからね、ちょっと多めに作ろうと思います。調味料がスイートチリソース、トマトケチャップ、醤油、料理酒、砂糖、ニンニク、生姜。スイートチリソースはね、半分ぐらい使っちゃうかもね。これが 220g だから100から150ぐらい。その量に対してトマトケチャップ、醤油、料理酒が約大さじ1ぐらい、お砂糖は小さじ1ぐらい、ニンニク生姜はね、お好みで。はい、では調味料をボウルに入れて、あとは混ぜ合わせていきます。ちょっと味見。うん、完璧。はい、では渡り蟹の方がね、茹で上がったみたいなので開けていきましょう。うわー、すごっ、カニのいい匂い。じゃあ火を止めてね、一度取り出しましょう。
こちらまだ熱々なんで、ちょっと置いてね、冷ましておきます。はい、ではある程度粗熱が取れましたので、このふんどしを外して、甲羅もね、かっぱなしていこう。ふんどし取って、ここの隙間から、カッパーナ。うわぁ、すご。そしたらこのビラビラを取って、これは食べれないんでね。あとこの口のとこも取っときましょう。じゃあこれを半分に割る。うわぁ、すご。めちゃくちゃ蜜詰まってる。楽しみだね。こんな感じ。そしたらこちらに軽く片栗粉。全体的にまぶして、これで準備 OK。早速作っていこう。フライパンセット。ファイヤー。火加減は強火で大丈夫。じゃあこちらに、ちょっと多めのごま油。でフライパンが温まりましたら、カニを投入。もうカニ自体に火は入ってるからね、表面に焼き目をつける感じでね。おお、香ばしい匂いしてきた。じゃあね、こちらに先ほどのチリソースをね、たっぷりかけて、チリソースを全体に絡めて、最後はネギ。じゃあ火を止めて、こちらで完成。盛り付けていこう。はい、ということで完成しました。いやー、うまそう。いただきます。これはもうね、ちょっと熱いけど素手でいくスタイルでね、こんな感じしたら、ちょっとギュッて、うわー、身がね、うん、うまっ。カニもいい味だし、このチリソースがまたね、ちょっとピリ辛でね、甘辛くて美味しい。じゃあこの大きいやついきましょうか。うわ、見てこれ、身パンパン。ギュッて出してね、ソースちょっとつけて、いただきます。やべえわこれ、うまみしかない。やばい、集中すると無言になる。この身をね、指でギュッと押し出してね。最高だ。手ベタベタ。しょうがないけどね。じゃあ今日はこれだけ食べ応えのあるワタリガニのチリクラブとね、一緒にこちらのキリンのホワイトサワーを飲んでいきましょう。ではでは。キリンです。乾杯。最高。手が汚れるから先についとこう。ワタリガニをキュッてやってね。
そしたらホワイトサワー。あー、たまらん。はい、ということでごちそうさまでした。今回のチルクラブね、ちょっと食べるときに手が汚れちゃうけどね、もう味は最高なんで、ぜひ皆さん試してみてください。チリクラブ美味しそうだな、ワタリガニ見つけたら作ってみようって思った方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもね、よかったら書いてください。それではさらば諸君、バイバイ。